さあ第9回ポルシェカップが始まりました。さあこちらマイホーム第2サーキットで行っております。さあ1位は誰だ。車種はわからないがかなり速い走りをしているぞ。シルバーのポルシェ、そして2番手はオレンジのポルシェ。さあ3番手にこちらはショウさんのポルシェでしょうか。さあそして最後尾に爆裂 H さんのマシンが続いております。さあ今回ですね、撮影はアップさん、アッキさんの方で撮影をしていただいております。ありがとうございます。私現場にはいません、スマホを見てですね、皆さんが現地で遊んでいる動画をいただきまして、これは動画にせよという勝手な思い込みのもと動画にさせてもらっております。さあどうだ、どういった走りを展開していくか。さあこれが何分のレースかも私はわからないが実況しております。さあマイホーム第2サーキットの、純走でお送りしております。さあ何か波乱を切るか。約1分が経過しております。おっとここで1台止まってしまった。1台止まった車は誰だ。シルバーのポルシェだ。さあそしてオレンジのポルシェ、そしておっとおっとカメラが動いているぞ。1台こけているぞ。おっとこれはマサ選手が直しました。さあ時間は1分半を経過しております。おそらく3分間のレースだと思われます。さあ3分間のレース、どこまで試合運びを進んでいくでしょうか。さあ皆さん非常に安定した、おっとここで接触があった。さあ爆裂さんここで抜いたぞ。さあどういった形で試合が運ばれていくか。さあ安定した走行、さあスラロームを抜けていく。おっここで1台オーバーテイク、素晴らしい。おっとこれ転倒があった模様。さあここの流れは4台かなり競った様子を見ております。さあ路面がかなり高いのか、転がる車が露出室でございます。さあどういった展開になるか。さあ動画の時間残り、おっとここで焦げている。おっとさあ急いで緊急で直す。なんかヘッドランプがものすごいライトの光があるぞ。あの車は一体なんだ。すごい光を放っている。おそらくゴンちゃんのマシンであろうかと思います。さあ残り30秒ぐらいになろうとしております。おっとここで救出か。さあ救出。おっと皆さん調子が悪いのか、なかなか回収している車が多いです。さあどういった形になっていくか。さあ動画の時間は残り15分になっております。さあゴンちゃん、スタート。おっとここでタイムアップですね。さあ皆さんゴールラインを通過しております。さあ結果でございます。さあ遠くて見えませんが結果は画面に映っている通りになります。ということで動画の投稿ありがとうございました。緊急で動画を撮ってみました。実は今回で第9回のポルシェカップになっております。で本日実はですね第5回の昼の部の動画の編集が終わりました。ちょっと時間軸がずれておりますけれども、今日はですね当日と当日アップしておりますので12月5日の動画になります。で今後は今日がですね11月中旬の第5回の動画をと、やっと編集ができましたので随時ですね動画の投稿を進めてまいります。皆さんとねご一緒させていただいて、動画を、ね、待っていただく方たくさんいらっしゃると思いますけど、ぜひね、ご期待いただければと思います。ということで今回の緊急第9回のポルシェカップ、私がいないけど遠隔で実況していましたのコーナーでございました。ということで最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。